キャンピングカーの多さ。すごいね。楽しそうね、うん。でもこんなキャンピングカーが集まるっていうぐらい集まってない？うん、初めてだね。クレープっていう肩書きになった。クレープとカレーとたこ焼きと。好きだもんね。すっごいでもさ、施設が綺麗だよね。うん、芋虫に見立てた。こんなんちゃんとしたプールだと思わなかった。流れるプールじゃん。でそこが総合案内所、最初に受付した場所です。かわいい。かわいいお尻。札幌。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、久しぶりのキャンプになります。はい、今日来てるところは都城市の観音池公園オートキャンプ場です。見晴らしがすごく良くて、今日は天気もいいので、めちゃめちゃキャンプ日和になってます。うん、ちょっと風が強いけど。うん。で明日も晴れ予報なので、明日は11時チェックアウトまでゆっくりとここで過ごしたいと思います。温泉もついてるから。そう、半額券が出ました。ね、うん、半額で210円、うん、いいよね、うん、で夜は8時が、8時受付の9時まで、うん、そう、朝が7時から、うん、まあ、徒歩で2分ぐらいの場所だから、うん、結構近いです、はい、ですごい賑わってて、うん、あの公園もあってキャンプ場もあってそういう施設もあるからすごく賑わってます。で今日平日なんですけど、うん、めちゃめちゃ平日とは思えないぐらいのキャンプの人たちがいます、うん、じゃあ今日は楽しんでいきたいと思います。はい、今日のテント設営はこんな感じですね。ワンチグリスを今日は持ってきました。で今日は久々の焚き火をしたいと思います。ほら、カズさんが言ってほしいところ、いいな、晴れよ。奇跡の方向を通しますね、ここを持ってくるでしょ、うん、でここに輪っかの中に輪っかを通しますね、うん、こうやってね、うん、でこれをここにかけるだけ、うん、こうやるでしょ、うん、そしてここにこれね、うん、チョボをつけてね、はい、あとはこれを、うん、こっちのね、うん、こっちにしてこうやって引っ張ってあげる、はい、奇跡の方向、はい、でこのピークスピークのクーラーボックス持ってきました。これは大容量だけあって、他はたくさん入ってます、うん、はい、なんかどういう生活してんだろうね。私が入れたもの知ってるでしょ、見てるでしょ、チェックしてたの。4時半になりました。現在の気温が11時。11時。何、11度、大丈夫？乾燥気味でございます、はい、寒くなってきました、だいぶ、うん、でもう今4時半だから、先に私はお風呂に入っていきたいと思います、うん、じゃないとちょっとお酒が飲めないので、うん、先に入っていきたいと思います、まあ、それからだね、うん、じゃあ入ってきます、はい。うん、私2時間ぐらい多分入るよ。うん、来てくれば。そんなあんのかな。しょうがない、だって持っていくものが多すぎるんだもん。
くり。やっぱ電源サイトがあるのはこういうのできるからいいよね。うん、そうだね。着いた。よかった。今日はつかないのかな。しないとダメだね。ちょっと風がある。うん。レジがある。違うよね。こんな感じでしょうか。それ蓋閉めたら火はつけませんよ。あ、火力が強くていいんだったらもうこのままでいい。あ、そうなんだ。うん、入れてからつけていいんだよね。うん、いいよ。しついた。ご飯そろそろいいかな。まだ早いけ。いやもう、めっちゃなんか蓋が黒くな。うん、すすがすごくな。うん、同時進行で行くから。なんかすっごい並べじゃないですか。うん。めっちゃ並べ。溢れ出る生活感よ。あ、これやっぱいいね。あ、ちょうどおこげが、うん。7時47分。焦げた餃子を食べます。ちょっとな、焦げてまったな。俺はスープカレーとかも、スープいただきます。結構焦げたね。焦げたよ、めっちゃ焦げたよ。だからここ食べない方がいいよ、本当に。
いですね。もういい、うん。できて。ちょっとここら辺しかないけど。え、置くよ。うん。はい、来ました。はい、どうぞ。キャベツ持参です。凄まじいぞ。これあるけど持っておくれ。あ、もうそう、そう、もう今頃持ってこないで。遅かった。遅いよ。全然遅いもん。現在の時刻が21時13分になりました。あまりにも寒かったのでテントの中に入ってきました。カズさんはまだ外で焚き火をしてるんですけど、室内はテント内はですね、現在9度ですね、はい、になってます。今日はちょっとまた一段と冷える夜になりそうです。今日は天気も不安もできてないので寝袋で寝ようと思います。いやー、なかなか風がね止まないんですよ。だからすごい寒くて、テント内は今なんだっけ、ストーブを焚いてるからめちゃめちゃ暖かいです。それじゃあ私はもう寝ます。だいぶ霜降ったね。ねえ。
きました。あったあった、安納芋3キロの竹本さんのお芋それで500円。うん、すごい安い。安いよね、うん、だって安納芋だよ。でホットトマトも安かった、220円で5玉、うん、芋太郎、いいね、買ってきました。で昨日もね、うん、もう買ってあるんだ安納芋。で合計で4キロぐらい、3キロ、4キロぐらいだね。だよね、うん、で、お金を作ろうかなと思って、うん、買ってきました。っていうことで今10時半なんですけど、今日朝ごはんをも食べないでいたんですね。で、もう帰りにちょっともうラーメンを食べて帰ろうっていうことになりまして、今からラーメン屋さんに向かいたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、着きました。元祖辛麺マスモト、行ってみたかった場所、ビーコさんの念願のラーメン屋さんです。チャーハンとかもあるんだ。チャーハンマンの、チャーハン半分ずつ食べる。うん、そっちかな、その16から20から、あ、ちょっと俺1からでいいかな。1から1からの、もうこれでいいの、辛麺でいいの。うん、ね、え、これ上と下って誰が違うの？ M サイズ、これ L サイズ。ああ、量が違うね、うん、そもそも、うん、で、どうするこれ、私、縮れ麺でいいかな。あ、縮れの太麺、うん、太麺、うん、一緒でいい、一緒でいい、うん、で、じゃあ、これぐらいのサイズ、うん、こっちが1からで、こっちが20から、うん、色が違うね。うん、美味しそう、すげえ。どう、スープ、あー、本当だ、そんな辛くない。だと辛ラーメンの方がまだ辛いと思う、ことで、うん、辛さの種類が違う、すごい、あれ期待できるよ、辛ラーメン。Baby, oh, I lost you, baby.